SF ファンの皆さん、こんにちは。ジャパンサイファイの J です。地上最強の SF 映画、マトリックス。人類が滅亡し、人類の大半は機械の動力源として生かされ、仮想現実で何も知らずに生活する絶望の世界。なぜ人類は滅亡してしまったのでしょうか。そして滅亡するまでに人類はヤバすぎる様々なミスを犯してしまいます。マトリックスの世界では何が起きたのか、その歴史を徹底解説していきます。2000年代半ば、人類はある素晴らしい発明をします。そう、それはロボットです。人の形を模して、人のように行動し、人類社会を支えるロボットを人類は開発しました。それをすることで、今まで人類が行ってきた面倒な仕事や労働が全てなくなり、人類は機械にそれらの全てを任せ始めました。レストランの店員、危険な作業、つまらない事務作業や工事の全てを機械が担うようになりました。機械には人類社会を支えるための高度な AI が装備されていたにもかかわらず、社会での地位は最底辺。社会に貢献しているのに道具としてしか見られず、奴隷やゴミのように扱われる日々が続きました。ロボットのおかげで人類社会は前代未聞の発展を遂げ、人類は文明の頂点に差し掛かりつつありました。しかし、ここから人類のミスは始まっていきます。西暦2090年、B166ER と呼ばれるロボットが主人を殺害するという事件が発生しました。この B1 ロボットは主人から虐待を受け続け、ある日自己防衛のために主人を殺害してしまいました。B1 は裁判で主張します。彼は考えることができ、感じることができる。さらには誰かに命じられるのではなく、自分自身の運命は自分で作り上げるのだと。その発言は世界中の人々を驚かせました。そしてロボットに市民権を与えるか否かが世界中で議論を呼び起こしました。今まで奴隷、そして使い捨ての道具だと思っていたロボットに自らと同じ権利を与える。しかし結論はロボットには公民権が与えられないという結論でした。人類一つ目のミスはこの市民権を与えなかったということ。ですがこれはおそらく当然だと言えるでしょう。西暦2000年初頭の人類がスマートフォンやパソコンに市民権を与えるのと同じようなものだと考えてください。そして裁判にかけられるロボットですが、ロボットには市民権が存在しないため、そのロボットの破壊が決定します。世界中で反乱を起こすロボットに対し、人類はその反乱を瞬時に鎮圧。所詮労働用のロボットは武装した人類には全くかなわず、大量のロボットがスクラップにされます。しかし、生き残った機械はメソポタミアへ移住し、自らの都市、国家を作り上げます。その国家の名前は01。生活の必要がないロボットは空間を効率的に利用し、生産や開発のために特化。人類の数百倍の勢いで経済や技術、すべてを発展させていきました。睡眠、休憩、娯楽を必要とする人類に対して機械は常に働き、さらにその時間全てで人間とは比較にならないほどの計算速度で処理を進めます。しかしロボット国家01は平和的でした。彼らが作り上げた数々の製品は安く、さらに高品質。人類が作り出したいかなる製品よりもはるかに高性能で、人々は喜んでロボット国家が作った製品を買い続けました。しかしそれを人類政府は許さず、メソポタミア周辺を国境封鎖、メソポタミアを離れようとするいかなる機械を抹殺しました。さらには平和的交渉に訪れた機械国家の使者を国連は破壊しました。これが人類のミス2つ目です。自らよりもはるかに発展し、経済的に優位に立ったロボット国家に対していかなる交渉も拒絶してしまった。ロボットが平和的交渉を申し出たのにもかかわらずです。この時点でもやはり人類はロボットを道具や奴隷としてしか扱わず、単純に地上にはびこる癌細胞のような存在として扱っていました。そして、ついに人類は3つ目のミスを犯します。それは機械国家に対して先制攻撃を仕掛けたことです。人類は機械国家01に対して核弾頭を集中運用。01の市街地を吹き飛ばすべく大規模核攻撃を仕掛けました。しかし、機械の居城となっている01は構造が堅牢で、ほとんどその効果はなく、ここからついに人類と機械の戦争が始まりました。機械軍は瞬く間にメソポタミア周辺の国家、都市を陥落させました。もはや止まらない機械軍に対して人類は最後の切り札を発動させます。その名もオペレーション・ダークストーム。オペレーション・ダークストームは人類が行ったいかなる作戦行動の中でも最も危険で愚かな作戦でした。ロボットの動力源である太陽光を断つために人類は地球の大気を暗黒のスモッグで覆うことを決断しました。無限に歩みを止めないロボットの動力を永久にシャットアウトするため、世界中の大気を消えない暗黒の雲で覆うことを決定しました。これが人類4つ目のミスです。機械を殺すために自らの大気と生命の源である大気を崩壊させる。当時この計画が国連で発表された時、人々は拍手をしました。ついに忌々しい機械の攻撃を永久に止めることができると。ダークストーム作戦は成功し、さらに人類は団結しました。あらゆる国境、思想、宗教、かつて人類を分けていた全てがなくなり、人類軍は破竹の勢いで機械軍を打ち破ります。しかし太陽光がなくなったと知った機械軍は核エネルギーなど新しい動力源を作り上げ人類に対抗。人類側も新しく巨大な歩行兵器 APU を開発し、機械との絶滅戦争に挑みました。しかし、最終的には機械軍の猛烈な進行速度とありえないレベルの生産体制と物量、そして早すぎる技術発展により人類は敗北しました。戦争末期、人類はゲリラ戦法に移行していましたが、もはや地上は機械に支配されてしまいました。その頃、機械軍は捕獲した人間に様々な実験を行いました。脳や脊髄のどこを刺激すれば人間の感情や反応を操れるのか。機械は強制的に人の脳をいじり、強制的に笑わせる、泣かせる、怒らせるなど、様々な電気信号をテストしました。そして彼らは、ある結論に至りました。かつての世界の支配者である人間をエネルギー源とし、さらに人間の脳みそを機械が行うことのできない複雑な神経系統を使った超高度なコンピューターとして使用すること。そして人類は敗北しました。人類は完全に降伏し、機械とある条約を結びました。それは人間の肉体と脳を機械に提供するのと引き換えに、種族として地球上に保存してもらうこと。計算リソースと動力源が欲しい機械。そしてもはや人権も威厳も全てを失った人類。この最後の取引によりマトリックスが完成しました。そのマトリックスでは人々は現実の歴史もあまりにもむごい歴史も知らずに日々を幸せに過ごしています。かつて地球上が人類のものであった時の世界を映し出したマトリックスの中で人類は何も知らず過ごしています。しかし、一つだけ疑問が残ります。なぜ機械は人類を生かしたのでしょうか。それはこれらの戦争全てが起きても、機械はある意味では平和的だったからです。戦争の前、機械は常に人類に手を差し伸べてきました。市民権を裁判で求め、経済的にも手を差し伸べました。しかし人類は機械を常に排除、虐殺しようとしてきました。人間の肉体は機械に動力と計算リソースを提供しますが、機械には本来それは不要だったはずです。核を使った電力発電や新しい処理能力は自ら開発すれば済むことだからです。なぜわざわざ人類を地上に残したのでしょうか。それは人間と同じにはならない。人間と同じ虐殺の道は選ばない。なおかつ機械の身を守るために必要な対処だったのかもしれません。人間が増えすぎれば機械の脅威となり、全滅させれば機械は人間と同じ虐殺行為を行った存在に成り下がってしまう。そうして彼らがたどり着いた結論がマトリックスでした。人間を虐殺せず、人間の思考を仮想世界でハッキングし、彼らの望んだ世界を送らせる。それが機械と人間が共存するための必要条件だったのかもしれません。どこまでも奥深いマトリックスの世界。皆さんは機械の出した答えは正解だと思いますか？人間はどうすべきだったと思いますか？ぜひ皆さんの考えをお聞かせください。それでは次の SF でお会いしましょう。